どうもこんにちは、太郎です。ゆえみをかけるコックイのフォトグラファー、続きをやっていきたいと思います。街頭インタビュー特集ですね。何でしょうね、これ。行きましょう。なんかルーレットガチャでさ、3日目なんだけど100連が当たってね、めっちゃウハウハでした。そういえば昨日あ、これあれか、バトルのやつか。フロートでいける気がするな。チェンさん逃げられた。悔やんでも仕方ない。こっから巻き返していけばいいのよ。永遠手に向かう道すがら聞き込みを行いましょう。行くか。じゃあ何準備ってなんだ。まあ行くか。原則用の解釈。いや、いいじゃん。小泉優子。結構育ってたんですよね。幻想花鳥風味小風ローム。イベントアイテムさ、見た方が分かると思うんですけど、前回より明らかに数が増えて、あ、またここでも優子。天使が本拠らしく。オッケー。こんなもんかしら。こっちはどうだった？有力な情報を得られませんでした。いやー残念ですよ。有力な情報まだ何も掴んでなくない、こいつら。いつ有力な情報を掴むんだろうな。はい。よし、行くか。第7報。調査続行、大妖怪の足跡を徹底追跡。行きましょう。ゆかりさんは一体何を目論んでいるのでしょう。幻想郷は恐怖と絶望などこんな気がしてなりません。そうね、情報も集まってきたし、整理がてらちょっと考えてみる。お、いいんじゃない。整理をした方がいいかもしれない。情報を何らかの計画を企てている。永遠亭で何かの準備をしている。場所も気になりますが、一体何の準備なのでしょうか。マリシャの店から引き取ったガラクタと、ニトリたちのとこから持ち去った道具類の使い道も気になる。そうだね、いろんな道具をなんか使うってことか、永遠亭で。そしてこの衣装だよな。怪しげなガラクタにカッパたちの道具、幻想郷は恐怖と絶望、そして永遠亭。余計わかんなくなりそう。わかるか、もみじ。なんか可愛いな、こいつ。もしや、なんだ。いえ、単なる憶測に過ぎないですし。なんだ？いや、絶対さ、これ、いい案だと思うんだよな、きっと。気にせずとも大丈夫ですよ。なんだろうね。では。永遠亭といえば、様々な薬品や診察室のある場所です。薬品や診察室？今さ、アヤたちが着てる服とぴったりじゃない？準備をするということは、集めたガラクタやカッパの道具を永遠亭に持ち込んでいる可能性が高いのではないでしょうか。計画の準備のために、いろいろなものを集めたと考えるのが自然でしょうね。永遠亭にそんなものを持ち込んでどうするの？さっきもみじが言った通り、薬や診察所くらいしか目立ったものは。その診療所、エイリンさんに協力を仰いで、よからぬ薬を製造しようとしてるんじゃないでしょうか。もみじが。名薬か、これ。ニトリたちの動画ともかく、マリさんのガラクタ。そうだよな。その辺がちょっとさ、つじつま合わなくないですか。さすがにそこまでは、違うんじゃないでしょうかね。精神に左右する毒薬。なんかどんどんさ、物騒な方向に行ってるんだよな。毒薬に侵された最後、恐怖と絶望に精神を支配される。そんな薬を作ろうとしてるのかもしれません。なんで？なんだってだけどさ、なんでっていう話なんだよな。薬を作っても多くの人に飲ませるなんて不可能じゃない？散布する魂胆かもしれません。皆さんが言ってたゆかりさんたちの地図、印をつけていた場所が散布場所と考えることもできます。
なんかどんどんさ、ほんとよからぬ方向に進んでいってる気がする。そうなんだよな。目的もわかんないし、そんなことしないと思うんだよね、ゆかりは。妖怪の賢者が企てる計画です。我々には想像もつかないような目的があるのでしょう。こいつ考えることをやめたな、これ、今ので。私たちは着ている衣装も関係しているのよね。そうね。今度は何です？この衣装自体が毒薬から身を守る何らかの術式が施されているのかもしれません。お前、まさか。なんか、あれだな、もみじのさ、推理がややこしくしているような気がするな。最初は結構、あんたジャーナリストに向いてるんじゃない？なんか、旗手に、なんかそうやってさ、褒められたら、ちょっと、やばいみたいな、ありそうだね。それは課題評価っていうの？これなんかあれだね。最後のさ、種まで分かって、この回をもう一回見たいな、なんか。こんなこと言ってるぞ、みたいな、なりそう。こうか。ちょっと気持ちよくなっちゃってんじゃん、もみじも。うまいこと乗ってきましたね。これなら記事は順調に、ふふふ。どんな記事になるんだろう。おかげでいい見出しが浮かんだわ。あとはもう少しインパクトのある内容に、ふふふ。なんかこいつら、よからぬ記事を書きそうだな、これ。早く行こう。はーい。本当に取材する気あるんかっていうさ、怪しくなってきましたね。はい。ついに永遠って突入でしょうかね、これ。密着取材、行きましょう。到着ですね。これ突撃するんかな？ズバリ聞いちゃうんですか、こいつら。エイリンさんが協力者である可能性もあります。慎重に調査しましょう。バレてはいけない。まずは、一芝居？なんだ。まずは遠くから様子見るとかじゃないんだ。一芝居頼みますよ。なんだろうね。私に新聞の取材を申し込みたいですって？そういうこと？ええ。ちょびたの生活に医療は欠かせません。もっと多くの人にその見識を広めるべきです。ということでこの衣装みたいな。なんかもみじも戦いに来たみたいな顔してるし。真剣。まだなんか、旗でなんか、おもろい顔になってるな。もみじは真剣なんだよ。突撃インタビューに参りました。なんか、アホガールみたいじゃない？旗で。ダメだわ、この顔。それで何を答えればいいのかしら。早速、永遠帝の薬は大変よく効くと実に評判。エイリンさんの薬師、薬師としての能力は実に素晴らしいものです。そのお力で多くの患者さんを救ってきたのでは？浅い質問のなんか。ここから深くなっていくのかな？どんな薬でも作れるんじゃない？何でもというわけではないけど。材料や道具次第でいろいろな薬を作ることは可能よ。ふむふむと。ロミージーが言ってることはこれ間違いないんじゃないか。薬が毒になり、毒が薬になり。材料や調合の仕方次第では毒薬を作ることも大切なのでは？結構ズバリ聞くね。そのくらいは造作もないわね。そんなことせんだろ、でもこいつは。まさか。実際に作るかどうかは別の話よ。毒薬の製造なんて薬師としての矜持に関するわ。患者を救うための薬を作っても、誰かを苦しめるための毒なんて作るはずがないでしょ？そうだよ。いや、結構失礼な質問だったかもしれない。怒るか？ですよねー。ちょっと、何弱気になってんだよ。そっか。当てが外れたのか、こいつら。あなたは今にも、一貫ばかりのエイリンさんの気迫に耐えられますか？あ、ちょっと。しつけな質問でしたね。謝って早く退散しましょう。でもさ、ここにさ、何かヒントがあるんだよ。ただでは帰れない、あや。どうする？そうだよ。ジャーナリスト魂が。
あやさん、何すんだ。診察室を見せていただけますか。それはダメよ。今日はそのちょっと都合が悪いのよ。診察室を見たいなら別の日にして。ちょっと怪しい、怪しいぞこれ。おい、怪しいです。もしやましいことがあるのでは。やましいも何も、私はゆかりに少し協力。ゆかり、怪しいぞ。やっぱりそうなの。これは何が何でも診察室へ。あなたたち取材なんて嘘だ。バレた。あっさりバレた。え、あ、いやー、何が目的か知らないけどお引き取り願うわ。その前にお給を据えてあげようかしら。この服をさ、盗んだこともバレるかもしれない。うどんげてい。かわいいね。了解しました。来たか。逃がさないよー。俺、てぃがさ、これストーリーに出てくる初めてかもしれない。すいませんでした。早く逃げよう。ダメだった。後ろも抑えられた。影。困れた。なぜここへ？エイリンがどんな取材を受けるのか気になったのよ。だけど黙って聞いていれば。私の大切な友人に随分と無礼な真似してくれたわね。あー、やっぱみんなに怒られてるよ、もうこれ。あ、いやー、どうするよ、これ。行きましょうね。ありゃーって、今、ペインのやられ方可愛かったな。ユウコが強すぎるぞ。待って。ブルオート、ごめんよ。アイアとさ、旗手がちょっと活躍してないんだよ。こいつら活躍させないと。もっと得だね。どれにする？全体にするか。君はちょっと一回休んでください。面白い。ネタいただき。もうちょっと右。で。さーて、連射、ラピッドショット。弱。倒せるか？倒せるね。消え去るないいよ。ケイ。かわいい残念。じゃあ、フロートで。花火を咲かせようかし。百花繚乱。え、お前もマスタースパークなの？マリサと一緒じゃん。この程度じゃ紙面は飾れないな。しょうがない、次に行きましょう。いやー、なんかゆかりとはさ、何か頼まれてるなみたいなの明らかなんだけど、確信に触れられないっすね。どうなっていくんでしょうね、これ。気になるところですけど、今回これで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、ツイッターフォローとお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。